はい、こんにちは、ビッグボーイです。バトルフィールド1やってきます。対戦ものがちょっと唐突にやりたくなったんで、まあランク43で全く遊んでないんだけど、なんかこのバトルパックあたりも開けてなんかそれらしいものが出てきて、結局何なのかよくわかんないんだけど、あと DLC も配信されたりしてるんで、そういうマップも遊んだり、あとめんどくさかったのがね、武器をねアンロックしろっていうのがめんどくさかった。これなんか新しい武器ゲットしたんだけど、これなんて武器だっけな、なんかわかんないけど強い武器、強い武器、とっても強い武器。あ、降りちゃった。あの看護兵の、まあ、欠点というわけでもないけど、あんまり効果力でフロートな武器がないという、まあ、その代わり医療キット持てるから許してねみたいな、そういうあれだったんだけど、そんな看護兵でも強い武器を持てますと。そんな感じの武器なんだけどね、これ、これがねほんと強いんだよね。あ、で始まったばっかりだけどもう終わっちゃうな、ここ。敵いない。ここね、高低差あるからチーデス厳しいんじゃないか。スエズ確か2018年にバトルフィールド5リリースするんだったっけな、なんかそんな話を見たり見なかったり。 BF4 も未だに人口はたっぷり、廃人もたっぷり状態だから、 BF1 はどうだろう、まあ、BF1 もそれなりに人はいると思うんだけど、あとこのたびたび新しくなるこのチャレンジ、なんかコンクエストでフラッグを5回無力化するって、これ成功してるけど、なんかね数が多いよね。もっとシンプルでいいと思うんだけど、基本コンクエかチーデスしか遊ばないし、なんていうの、フェドロフなんとかが強い。 OK、 あ、でもここ高額じゃなくてもいいかもな。だってどっから敵が来るんですかね、わかんないです。敵リード？いない。みんな建物に入られたら困るんだけど。あ、入ってるっぽいな。合わない。おっと。ね、感度ね、だいぶ低いです。あ、倒せなかった。感度がすんげえ低いからね、振り向きすんげえ不利なんだよね。ほい。OK。あとこの、COD ほどじゃないけど、このほんのちょっとスライディング。ほんのちょっとスライディング強い。ロード、ちょっと回復速度こんな遅かったっけ、もうちょっと早かった気がするんだけど、中にいなかった。今みたいに敵が2人いたらどっちを先に狙うかがすんげえ大事だよね。 BF ってたくさん敵がいて大量キルのチャンスってところがあっても、選ぶ敵を間違ったらもうね一瞬でやられちゃうから。リスポーンどうなってんだろう、これこうか。え、どこ逃げた。
ああ上かこれ。あれいない。ちょっと感度低いかなあまりにも。あとでもうちょっと上げるか。敵のフレア。ましょい。なんか足音もだいぶ聞こえ、こんなに聞こえたっけな BF。 やれば面白いのに全然遊んでなくてね。本当にランプもまだ40台だし。おった、おった、こっち行った。アシストが痛い。逃げましょう。うん、どこ。あっ、カン、よし。あ、弾ないのか。ちょっとあなたから拝借したいが、敵がやってきた。さて、あ、ショートするな。来てた今、あー7キル。え、確か BF4 ってチームデスマッチ分隊分けできたっけ。 BF1 はできる。 BF1 は分隊分けもできたっけか。チーですわ、もう半分。今回はすんげえ長いのにチーですはすぐ終わるからね。あれ、おや、あ、全然当たんない。 BF ちゃんと立ち止まんないと弾当たんないんだけどね。どうしても使用理中だから許してほしい。ローディン。あとこの武器切り替えのぽい、ガスはやめて。分隊ブースト切れた。どんだけガス充満してんの。塹壕の武器と光学照準の武器って具体的にどのパラメーターが異なるんだっけ。まあ、命中率はもちろん違うと思うけど。あ、2人いた。この人はキー。あは、スフィアルチャンテス。OK。こういうフルオートの武器が使える、かつ回復キットまで持てる看護兵、今最強だと思うな。だからせめて回復できるものは持ってあげないといけないけど。 OK、 あの注射針か。おっと、あ、死んでる。ガスがほんとくせもんだな。ガス、ガスマスクもね、ガスマスクつけたらADS できないから。で、足音する。こっちか、相手。あー、あー、同じ武器だ。塹壕バージョン持ってみるか。あ、精度、うん、本当に精度だけが変わるの。腰打ちが強い。塹壕バージョン、アイアンはな、アイアンって言ってもね、この時代の光学サイトに限っては光学と言っていいものかよくわかんない代物だしな。 OK、 あぶね、スライディングしてきた。
と敵の目の前にね竜パックを置いてあげるこの優しさ。あと5人、あまり BF で腰なめ打ちしたくないんだよな。塹壕を持たなければいいんだけど、ならおっとめっちゃ手振ってとりあえず勝利。次回以降は時間の余裕を見つけてもうちょっとコンクエやりたいから、新マップの方でコンクエもうちょっと BF1 遊びなさすぎたから遊びたいと思います。ランク45、それじゃあ今回こんなところで。